はいはい、どうもね。じゃあゲーム実況やっていくぞ。よーく見とけよ。一回しかやらねえからな。っていうね、声真似ができるようになったんですよ、銀さんの。すごくない？ということで今回からやっていきます。今回からつか、今回だけやっていきます。花咲くまいまに体験版。ねえ、これはね、乙女ゲームです。ねえ、楽しそう。あちこちから響き渡るセミの声。夕方の西日がじりじりと肌に焼けつく。暑い。そんな独り言を漏らしながら歩く。すでに日は傾いているけど、涼しくなる気配は一向に訪れない。今夜は猛暑かも。洗濯帰ってからにしても朝には乾きそうな。そんなことをぼんやりと考えながら、帰り道を歩いていると。前方から、賑やかな笑い声が聞こえてくる。いつも学校へ向かう通学路の途中にある神社で何か催し物をやっているようだ。おい、行くしかない。覗いてみると、神社の境内にはたくさんの人たちであるふれ返っていた。お祭り！さまざまな屋台が出て小さな子供たちが嬉しそうに駆け回っている。ピンク色のシロップがたっぷりかかったキラキラ光るかき氷を受け取る女の子。自分の顔よりも大きな綿あめを嬉しそうに頬張る男の子。男の子。お母さんに応援されながら一生懸命に金魚をすく女の子。射的のコツをお父さんから真剣に教わる男の子。どの子もみんな両親と楽しそうに笑っている。いいことじゃないか。そっか、今日は七夕祭り。いいね。こんな風に親子連れを見ると、時々胸がギュッと締め付けられる感覚になる時がある。俺のところは祭りとかなかったからな。私には両親がいない。捨て子だったそうで、家族は血のつながらない祖父と一人だ。お父さんとお母さんは一体どんな人だったんだろう。物心がついてから今まで何度も思ったことだけれども、それを口に出したことはなかった。両親のことが知りたいと言ったら、きっと祖父は困った顔をするだろう。だろうね。祖父は生まれたばかりの私を一人、今まで男で一つで育ってくれたとても優しい人だ。できるだけ心配かけたくない。俺もかけたくない。もうすぐ日が暮れる。遅くなる前に帰ろう。お祭りで賑わう神社に背を向け、帰路に着こうとした。絵が綺麗だな。綺麗だな、本当に。その時、びっくりはてな。目の前に突然一羽の鳥が頭上低く飛んできた。クジャクのように綺麗で、だけどどっか違う。見たこともない、きらびやかな鳥。何かに気に障ったのだろうか。鳥は大きく歯を広げ、まるで威嚇するように飛びかかってきた。キャー！驚いた拍子に手に持っていたカバンが地面に落ちる。長崎弁で言うとおっちゃける。慌てて拾おうと かがんだ瞬間、髪からスルリと何かが抜け落ちた。地面に転がったのは、いつも身につけているヘアピンだった。あっ！鳥はそのヘアピンをくちばしに加えると、神社の奥へと飛んでいってしまう。嘘、ダメ、待って。そのヘアピンはとても大切なものなのだ。なんででしょう。元は捨てられていた私が唯一持っていたあれで、だいぶ年季が入っていたため、少し手を加えて今はヘアピンとして使っていた。いい子じゃないか。真相はわからないけども、きっとお母さんのものだと私は思っている。お父さんのものかもしれない。だからどうしてもなくすわけにはいかない。お父さんが除草壁があるかもしれない。待って。緩やかに飛んでいく鳥を追いかけ、私は落ちたカバンには目をくれず走り出した。待ってくれ、待ってくれ、待つようにしてくれ。お祭りの境内を走っていて、走り抜けてたどり着いた先は幾重にも連なる鳥居の階段だった。心なしか空気が澄んでいて、神聖な気配が漂っているような気がする。神社の奥にこんな場所があったなんて知らなかった。びっくり。この先にいる。おお、すごい。感度がよろしい。姿は見えなくなってしまったけれども、鳥の羽音はまだ聞こえている。真っ赤な鳥居をくぐり、階段の上を目指す。はあはあ。この先にいるであろう鳥を追いかけ、ひたすら階段を登る。視界を埋め尽くす真っ赤な鳥居はまだまだ続いているような、伏見稲荷みたいな感じだな。どこまで続くの？少し不安になりながらも、上へ上へ。あれ？ふと気づいた。進むにつれて、だんだん鳥居が新しくなっているような気がする。おお、異世界に行くか？気のせい。そう思った瞬間。お！一瞬視界が真っ白に染まる。大丈夫か？立ちくらみだろうかと頭を振る。近い！おお、すごい。感度がよろしいね。鳥の羽音を追い、私は一気に階段を駆け上がった。そして鳥居を抜けると、そこは異世界でした。お、なんだなんだ、おいおいおい、オープニングか。いいね、いいね。
あ、すごい綺麗。綺麗だね。花咲くマニマニ、ね、製品場じゃないのにね。お、イケメンじゃないか。いいね。こう胸のところをこうガッと触って、こう乳首をコリコリってやりたいね。これも男か。男だとしてイケメンじゃないか。こう胸のところをこうガッと揉んで乳首をクリクリクリしてやりたい。こいつもイケメンじゃないか。胸のところをガッと触って乳首をクリクリクリしてやりたいね。こいつもイケメンじゃないか。こいつは、いや、こいつはいいな。こいつはイケメンじゃないか。こう胸のところを触って乳首をクリクリクリしてやりたいね。これね。いいね。いいね、いいね。俺の恋の予感が始まるぞ。もうおっさんだけど、こういうイケメンに恋をしていきたい。積極的に。今のうちにこう入れれるところに銀さん招いておくか。はいね。こういうイケメンと恋もしたいもんですわな。あー、いないな。杉田智和いねえな。いねえな、杉田智和。オープニング全部見そう。オープニングの間俺ずっと喋ってたな。いいね。俺はこうイケメンと恋をするんだな。いいじゃないか。イケメンと恋をする、いいじゃないか。おっさんだけどそういう夢を持ってもいいじゃないか。もう俺はブサイクな女と付き合うよりね、イケメンと付き合いたいね。さあ本編か。え、目の前に広がった光景に思わず立ち尽くす。そこは先ほど通ってきたばかりの神社の境内だった。七夕祭りの飾りに立ち並ぶ屋台、楽しそうに笑う家族連れ。いや、なんか変わったな。確かに鳥居の階段を登ってきたはずなのにまた戻ってきてしまっている。あらら、あれ。そう思い周りをぐるっと見渡して、私は思わず呆然とする。みんな浴衣じゃない、着物。あ、タイムスリップ。行き交う誰もがみんなまるで時代劇のような格好をしている。タイムスリップしたか。な、何かのイベント。たった一人かえ制服に身を包んでいる自分がひどく浮いた存在に思える。訳が変わらず立ち尽くしていると、やがて人々の視線が妙に私に集まってくる。なんで見ねえ格好してる。あ、モブにもセリフ声あるんだ。いや、女子高生？見てみー、あの着物。随分とおかしな装いじゃねえか。あー、やっぱそんな反応されるのか。もしや偉人なのかしら。偉人。いいね、いい響きだ、偉人。あちこちから視線を感じ、思わず後ずさる。お、感じちゃったか。あのお姉ちゃん、偉人さんなの。お、偉人さんなの。目を合わせじゃないよ。赤い靴履いてた女の子。そこでね、次に偉人さんに連れられて行っちゃったなのか、偉人さんに連れられたのか、いいじいさんに連れてかれたのかっていう、そういう走路がね、過去にありました。何かおかしい、怖い。見知らぬ人々の数に自然と恐怖が募る。その表情に浮かぶのは好奇心、それに侮蔑と恐怖。おい、おめえら、そんなとこに集まって何してやがる。女子高生を見たいです。突如鋭い声が飛んできて身がすくんだ。声の方向を見ると、険しい顔をしてこちらに走り寄ってくる人が見えた。逃げろ逃げろ。その瞬間、これ以上この場にいてはいけない気がして、私は慌てて背後の鳥居へと引き返した。どういうこと。急いで駆け下りた鳥居は、先ほど登ってきたものとは全く別物のようだった。どこまでも続くような長い間隔は全くなく、少し走っただけであっという間に外に出てしまう。そしてその先に広がる景色に、さらに私は目を疑った。地面は舗装がなく、ただ土で埋められ、建物は平べったく、信号機もなければ横断歩道もない。確かに。そして行き交う人々はやはり皆が皆着物姿で、中には腰に刀を刺している人までいる。ぶっすりと刀をぶっすりと、ね、ここどこ。いきなり何が起こったかというのだろうか。かはいらなかったな。さっきまで普通に帰り道を歩いているはずなのに、まるで時代劇の舞台のが突然現れたようだ。もしかしたら夢かもしれないと頬をすねてみるが、当然のようにじんじんと痛む。何より目の前を行き交う人々は通り過ぎていく風の感覚はとても夢とは思えない。どうなっているの。呆然と立ちすくんでると、後ろから数人のかけてくる足音が聞こえてきた。おかっぴき、おかっぴきが来た、おかっぴきが。逃げろ逃げろ、主人公。まだ追ってきてる。合わせて鳥居から離れ、再び走り出す。どうして追われているのか。ここは一体どこなのか。疑問が次から次へと浮かんでくる中、見覚えのない場所を闇雲に走る。幅の広い土道の両側には背の低い木造の建物が立ち並ぶ。ところどころに出ている立ち看板や、のれんに書かれている文字は習字のよう。
すれ違う人々は、木桶を担いでいたり、荷車を引いていたり、カゴを担いでいる人もいる。なんだか違う世界に来たみたい。そう思ってゾッとする。確かに怖いね。まさかそんなことあるわけない。羨ましいけどね。待ち上がれ。どこに行けばいいの？不安と恐怖で全身が震える。見知らぬ場所でわけもわからないまま知らない人たちに追いかけられ、どうしたらいいかわからず、ただがむしゃらに走るしかできない。逃げろ逃げろ。誰でもいいから助けてほしいと周りを見渡しても、みんなかからないように目を背けるか、好奇の眼差しを向けられるかばかりだ。とにかく隠れよ。だね、これ隠れた方がいい。あ、何回目かの曲がり角でついに行き止まりにぶつかってしまった。どうしよう。ちなみに俺今んとこ丸しか押してない。は、袋のネズミだな。お前なぜ逃げる。一体どこから来やがった。あら、この人たち本物なわけないよね。なんで私を追ってくるの。追ってきた人たちはじりじりと距離を詰めてくる。あらあら、その時ふと光るものが視界に入る。奥にいる人を見て私は血の気が引いた。あの人刀を持っている。侍のような格好をした人はこちらに刀の切っ先を向けている。夕闇の中で鋭く鈍く光る、刀身がひどく恐怖を煽った。いや怖い。誰か。ああごめんごめん。あ、待たせたね。あ、イケボが来た。突然場にそぐわない明るい声が耳に入ってくる。見ると追ってたちの人だと駆け分けるように背の高い男の人がこちらにやってくるところだった。来たな。来たなイケメン。一人でこんなとこまで来ちゃって。来たな。お、来たな貴様。あら、あら、俺結構あれだな、女だな、美人だな。お、おいお前、この娘の知り合いか。お、そうですよ。僕のいい人なんです。お、こんなおっさんをいい人と言ってくれるかい。この娘は偉人だぞ貴様、なぜかばう。お、なんでかばうの。この子は生粋の江戸娘ですよ。お、何を言う。ではその妙な格好は何だ。偉人の証ではないのか。ああ、これはオランダで流行している衣装なんです。オランダか。俺長崎出身だから割とね、知ってる。デジマにこう監禁してやるんだ。今でもデジマにね、オランダ人監禁してんだよ実は。今後は気をつけますが、勘弁してください。おお。男の人はにっこり笑いながら刀を抜いた人に近づき、何かを握らせた。これあれじゃないか、チンチンじゃないか。自分のチンチンをこうガッとこう握らせて、同心がむむ。その人は手に握らされたものを確認すると、ふっと目を細めた。すごい物語だな。一気にホモ臭くなったな。そして再び鋭い目が向けられる。そら鋭い目を向けるよ、自分のチンチンガッと握らせるんだから。まあいいだ、いいんだ、いいんだ。だが次はないと思え。おお、同心納得した。行くぞ。イケメンは得だな。そう言うと追っ手の人たちを引き連れ、男の人は路地を出て行った。後には笑顔の男の人と私だけが残される。とりあえず助かった。大丈夫。大丈夫。怪我とかしてねえ。あ、はい大丈夫です。助けていただきありがとうございました。どういたしまして。どういたしまして。怖かったでしょ。あの、どうして。うふふ、そりゃこんなにかわいい子が追われていたんで、助けないわけにはいかないでしょ。はあ、ありがとうございます。なんだかよくわからないが、助けてもらったことには変わらないので、もう一度お礼を言う。すると男の人はふんわりと優しい笑顔を浮かべた。僕はクラマカエデ。クラマカエデ、もうめっちゃかっこいいじゃねえか。名前からクラマって名字とカエデって名字がもうかっこいいな。君名前は？名前はね、名前はね、俺もかっこいい感じする。ちょ、俺もかっこいい名前にするぜ。まず裸でしょ？裸。あ、裸で、2222。
裸、違うな、火だなこれ。どこいるかな、とかな、もしかしてとだな、あれないな、俺が欲しい感じがないぞ、ねえな、ひひひひひ、もうめんどくせえ、裸瓶でいいや、裸瓶、あ、私は裸瓶と言います。君によく似合っていて、ビンちゃん、可愛い名前だ、君によく似合っていて可愛い名前だろ、名前だよね、でしょ、裸瓶です、そうそうでしょうか、どうも裸瓶です。フラマさんは挨拶するかのようにスラスラと話す、その仕草からいかにも女の子の扱いに慣れている感じが、あ、女の子として認めてくれるこのおっさんを。それじゃあ行こうか。お？お？裸瓶？行くってどこ？裸瓶ちょっと戸惑うよ、裸瓶は。すっと手を差し伸ばされ戸惑う。ここにいたら目立つから、とりあえず身を寄せられる場所に移動しないとね。ほほほ、イケメンっすな。安心して、僕が日頃からよくお世話になっているところだ。お？どこだい？裸瓶をどこに連れて行くんだい？うちに連れ込んじゃいたい。裸瓶をうちに連れて込むのかい？さすがに男がエッティだな、お前は。クラマくん。いや、カエデさん、エッティですね。僕なりに配慮してます。裸瓶を？お母さん、今日友達連れてくるから。名前なんていうの？裸瓶ちゃん。裸瓶、そんな名前の人がいるの？ってお母さんが多分言ってくるな。お、まさかこんな、もう開始15分ぐらいでこんないきなり裸瓶という名前をつけられ、そして男の人と2人でどっかに行くなんて思いもしなかった。今自分が来れてる状況が理解できず頭が混乱する。とにかくもう一度あの神社に戻って早く家に帰らないと。って、あれ神社ってとこだっけ。追いかけられて闇雲走ってきたせいで、今自分がどこにいるかも全くわからない。どうしよう。そうだな、どうしようか。ということで、この続きは製品版を皆さんお買いになって遊んでください。ということで、さようなら。ありがとうございました。